じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さっき体操の前に木にブランコを吊るしたよ。え、いいわね。それもう3年も使ってなかったけど。ブランコブランコ。ブランコ行こう。おお、もう剣坊とは仲良くなれないのかな。根気よくやっていこう。ブランコってこんな山の中だとなんだかアルプスの少女ハイジって感じだな。さっきおばちゃんもブランコしてきたんだ。あんたちょっと見ててあげるから乗ってみなさいよ。でも調べの方が絶対うまいんだから。乗ってみよう。調べの方が絶対うまいんだから。そうね、今日ね、どうしようかね。おじさんからタコもらう。ボク君、おじさんの特製ブランコもう乗ってみたかい？そうかい。じゃあ気をつけて乗るんだよ。僕くん、タコを完成したよ。セミダコを手に入れた。おじちゃん、ありがとう。じゃあ目標はとりあえずこのうちの庭から見えるくらいにそのタコを高く高くお空にあげること。うん、おじちゃん、任しといて。僕、頑張るよ。まあ、やっぱり少し難しくはなるんだろうけどね。じゃあ今日は虫相撲かな。深山が負けるまで。まあ所詮キングと戦って一発で負ける可能性もあるんだけど。まああのでも悪ガキ、まあ悪くはないんだろうけどね、秘密基地の連中との物語がもうちょっと進んでもいいかなとは思ってるんで、まあなんかあるとは思うからね。まあ虫相撲で勝ち続けると最終的に秘密兵器が出てくるらしいんで、多分会話は変わってないでしょうね。俺の一番小さい時の記憶ってすっげー不思議なんだぜ。多分テレビか何かだと思うんだけど、大きなヘルメットをかぶった不格好なやつが真っ暗な砂漠に旗を持って立ってるんだ。それってアポロのアームストロング船長じゃない？会話変わってた。試合の前に土俵の上で虫の背中を叩いてみな。そうすると虫が怒って強くなるんだ。ほー。でもあんまり叩いたらスタミナが減りすぎて逆効果なんだけどさ。うんうん、まあ1回ぐらいね。僕、昨日生まれて初めて蛇に触ったよ。
ヘビなんて。ガッチャンやファットは平気で触れるのに、僕だけ怖くて触れなかったんだ。試合前に虫の背中を叩いてみた？何度も叩くと怒り方が変わるし、怒った方が技を出しやすくなるみたいだよ。ライダーカード何冊持ってる？7冊。げえ、なんで？うち、お父さんが集めてたんだ。虫の相撲も人の相撲と同じで、勝てば勝つほど強くなるんだぜ。なるほど。じゃあ深山もっと強くさせよう。まあ今日はこっからが多分長いかもしれない。まずは俺様が相手だ。虫ランクキング、しょうがねえな。いや、これはいけるんじゃないかな。これでどうだ。いける。どーんといけ。いや、でも強いぞ。あやややややや、押せ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 、よし。なんてこったい。いいね。次、僕の番か。お、あ、赤足か。頑張れ。これは苦戦しそうだな。頑張れ。わ、強い強い強い。やった、いけるかも。押せ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 。負けちゃうよ。いけいけ。ああ、ギリギリ。なりたいよ。いやー、ギリギリだ。じゃあ、次は俺の番ね。まあ、なんか連敗するぐらいまでは。よし、いけ。戦いまくろう。頑張れ。あ、負けちゃったよ。まあ、メスはね。じゃあ、次俺様ね。どーんといけ。あややややややや、やちっ、負けちまった。いいよ。次、僕の番か。いやー、かーし、こわ。頑張れ。あー、負けちゃうよ。あー、よし、なりたいよ。じゃあ次は俺の番ね。おお、ひらった。よし、行け。やばいやばいやばい、もう全然押せない、押せない、負けちゃう。よし、行け。あ、負けちゃったよ。おお、逆転。やっぱり強くなってきた ね、 俺様ね。あ、これはいけるわ。どーんといけ。あややややややや、や、あれ、なんてこったい。次、僕の番か。頑張れ。よしよし、いけいけ。あー、よし、負けちゃうよ。いや、頑張れ。あー、いいぞいいぞいいぞ。あー、強くなりたいよ。うん。じゃあ次は俺の番ね。まあガッツがね一番強そうだから、ガッツのところでメスが来てくれるのはありがたいね。負けちゃったよ。よし。じゃ、次俺様ね。これもいけるでしょう。まあ、体長50ミリ以上の平田とかノコギリが食うと
なんかきつい感じがするね。あれ、なんてこったい。次、僕の番か。ああ、この赤足もね。頑張れ。怖いね。ああ、負けちゃうよ。ああ、よし。強くなりたいよ。じゃあ、次は俺の番ね。なかなか負けない。いや、これ。これどうかな。よし、行け。押せないからね。逆転。頑張れ、頑張れ。押した、押した。頑張れ、頑張れ。押せ、あー、危ない、危ない。押せ、押せ。頑張れ。よし。あー、悔しい。いやー。体調同じぐらいの日当たでもうギリギリだもんね。じゃあ、次俺様ね。よし。どーんといけ。まあこれどれくらい戦えばいいかだよね。もう虫交換ノートが結構溜まってきたよね。次、僕の番か。お、チャンス。頑張れ。負けちゃった。じゃあ次は俺の番ね。うん。ほう、これは深山対深山。よし、行け。これわかんないっすね。行け行け行け。行ける行ける行ける。わあ、頑張れ。やばいやばいやばい。え、回復してる相手が。ああ、負けちゃう。ああ、初めて負けた。あ、いなくなっちゃった。ちょっと虫交換ノート。うわ、強いな。ノコギリクワガタ換算で 23.1 匹分の価値持ってたんだ。こや強いわ。他は？お、日当た8匹分。日当たの8匹分が一番かな。深山強いんだな、やっぱりな。あ、もうダメ。一回虫ランク落としたな。じゃあこいつでどう？あ、一回負けたらもうダメか。じゃあ、赤足。じゃあ、こいつでどう？いやー、厳しいかな。よし、行け！頑張れ！お？頑張れ！あー、でも、頑張れ！もう一押し、もう一押し。頑張れ！あー、よし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 。次俺様ね。まあ赤足も一回負けるまで頑張ろう。これいい勝負だもんね。やばい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 。校長校長。あえて回復すんだよな。ああ、負けた。なるほどね。なんか負けるまでやるっていうのはありですね。虫相撲はまず。あ、もうね、セリフは同じですね。じゃあどうしよっ
かな。大久沼行くか。あーでもタコもね、タコも飛ばしたいからな。久しぶりに滝の方まで行っちゃおっかな。何もいないや。いや、いないか。なんかいるかな。やった。小さいね。これはいいかな。なんかいるかな。何もいないや。一旦滝のところまで行ってみよう。あ、何にもないか。じゃあどうしよっかな。タコか。なんかいるかな。何もいないや。この木ね、あんまり取れないんだよね。なんかいるかな。何もいないや。まあ昼間に来ちゃってるっていうのもあるんだろうけどね。夕方になりました。なんかいるかな。何もいないや。よし、タコ飛ばそう。タコの種類を変える。セミダコ。まあ難しいかな。どうだろうな。上がんないな、あんまり。うわっ、ぶね。連打こまでね、なんとか行きたいんだけど、おお、上がんない。よし、行った。ああ。おっと。まあ、しかし、まあ、ちょっと地味は地味よね。お、上がれ。あー、どっか行っちゃった。糸が出ないな、あんまり。よし、頑張れ。
高度な、もうちょっと上がってもいいと思うんだけど。いや、ちょっとむずいね。いや、すぐ下がってくるね。おっとっと。よしよしよし、糸出せ、糸出せ。いいぞいいぞ。で、160メートルぐらいまでは出さないと、100メーターはいかないからな。お、いったいった。上がった上がった上がった。ああ、やばいやばいやばい。いけいけ、まずは 100m にタッチしよう。お、あと少し。いったいったいった。いいぞいいぞ、そのままとりあえず 120m 行けば勝ちです。勝ちというか達成なんで。いけいけ、行きそう。行く行く、そろそろ。よし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 、ギリギリ。オッケーオッケー。もうあとやめてもいいんだけど、とりあえず200メーターまで糸出して、140メーターぐらいまではね。よーし、達成。これがね、マックスか。あ、違う。140メーター超えてもっと行くんだ。でもまあ、ほぼマックスですね。これでいいでしょう。よしよし。やっぱ、大くぬぎの方行かないとダメかな？でかい虫は。なんか、いるかな？何もいないや。うん。もうそろそろ迎えに来るでしょう。井戸行っちゃおうかな。井戸ね。これ以上の発展がないんだよね。結構覗き込んでんだけど。なんかあんのかな？いけないもんな、でもな。案外おじさん来ないね。はい、今日の遊び時間は終了。もう晩ご飯ができています。はーい。じゃあ、いただきます。いただきます。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。クライネット上手くなってる。今日の晩ご飯はスパゲティと冷製ナス、油揚げ焼きにスープとサラダで強引にイタリア風でした。あれ、今頃うちのノラが泣いてる。どうしたんだろうな。ノラってあの牛の名前？そうだよ。なんでノラなの？ノラ牛だったからノラって言うんだ。それにしても変だな。狼でも来たのかな。狼？狼ってこの時代まだ絶滅してないのか。ノラはある日突然うちの門前にいたんだ。そして結局持ち主がわからなくて、そのまま我が家のノラになったってわけ。なるほどね。給食の話しないの？ジャムの袋ってランドセルの中で潰れたりしない？ジャムの袋ってランドセルの中で潰れたりしない？大丈夫？さあどうでしょう。でも以前よりは音色の響きが少し良くなってると思うんだけど。だってさ。だって？だって周りの空気をちょっとだけ私の演奏が艶やかにしてる感じがするんだ。なんだそれ。なんだろう、ハイグレード田舎って感じかな。違うと思うよ。あれ、残酷なんだ。ねえ、星の数を数えようとした人っているのかな？目を凝らすと、星と星の間の暗闇にも細かい塵みたいな光の粒々、ぬか星たちがぎっしり詰まっているような気がしない？小学校の修学旅行で東京に行った時にさ。夜でも空が明るい？そうそう。でも宇宙飛行士さんたちは宇宙からあの都会の輝きを見つけるとなんだかホッとするらしいね。なぜでしょう。なぜでしょう。私、宇宙飛行士になりたいな。大丈夫そうだな。
ノラはある日突然うちの門前にいたんだ。そして結局持ち主がわからなくて、そのまま我が家のノラになったってわけ。うん。じゃあ今日もお休みしましょうか。